皆さんこんにちは。今回は、先週出した情報募集動画の募集結果を紹介していきます。前回のものは、捜索が難しそうなものが多かったのですが、いくつか解決することができました。ご協力ありがとうございます。一つ目、YouTube で見た変な CM、YouTube で見た動画を探しているという話でした。これに関しては、残念ながら未解決となっております。リクエスト主さんから、一応補足情報はいただいておりまして、もともとは怖い CM 集という再生リストに入っていたそうです。しかし、現在は消えているとのことでした。また、CM の色が反転していたりする件についてですが、録画状態によって映像が劣化してしまっているのではないか、という推測もありました。知恵袋にこの CM に関する質問があったらしいので私も探してみたのですが、それらしきものは見つからず、この CM に関しては未解決です。こちらに関して、引き続き情報をお待ちしております。二つ目、昔見た番組のシーン、ある番組について情報を探しているという話でした。前回、ボンビーガールではないかと紹介しましたが、確認いただいたところ、これで間違いないそうです。この番組について、詳しい情報もいただいておりまして、家賃4万7千円の物件で靴箱に包丁が入っていました。不動産屋曰く、退去時の片付け忘れだそうです。事故物件説もありましたが、そのような記録はないとのこと。もう一つ、このような話もありまして、退去時に不動産屋が立ち会って忘れ物がないか必ず確認するそうです。特に靴箱は必ず確認するとのことです。そして、ボンビーガールは撮影用賃貸らしくおそらく仕込みか小道具の置き忘れではないか、という話でした。包丁に関しては、何か怖い理由があったというわけではなさそうですね。三つ目、ネットで見た怖い動画、ネットで見た怖い動画を探しているという話でした。これに関しては、二つの候補を教えていただきました。まず、ニーヤオートマタの CM ではないか、という情報で、人形が砕かれたり捨てられるシーンがあります。最後に、命もないのに殺し合うというテロップが出て終わるというものです。結構怖いですね。次に、不死、という MV で、こちらは様々な国の映像が表示され、画質が荒い不気味な MV となっています。以上が教えていただいた2つの候補になります。他にも何かありましたらコメントお願いします。4つ目、10年以上前の展覧会、ある展覧会で見た作品の情報を募集しているという話でした。これに関して、多くの情報をいただいておりその中で、原爆と人間展、ではないかという話がありました。確認していただいたところ、おそらくこの展覧会だったとのことです。展覧会のサイトもありまして、作品も展示されており、俺は死ねない、殺してくれ、という作品が記憶と一番近いそうです。かなり衝撃的な写真が掲載されておりますので、興味がある方は閲覧注意です。5つ目、Twitter の心霊写真、Twitter で見かけた心霊写真を探しているという話でした。残念ながらこちらも未解決となっております。掲載された期間も絞れているので、前回ツイートを探してみたのですが、それらしいツイートは見つからず、サークルの集合写真の心霊写真を調べてみたところ唯一見つかったのがこちらの写真です。しかし、ツイッターで話題になっていた形跡もないので、違う可能性が高いです。この件について、引き続き情報を募集しております。6つ目、鏡を。8年ほど前に YouTube で見た動画を探しているという話でした。これに関しても、残念ながら未解決となっております。鏡魚と呼ばれる巨大な未確認生物がいるという話を紹介しましたが、おそらくこの生物を撮影した動画だったと思われます。ただ、非常にマイナーな未確認生物のようで鏡魚で検索してみても、その情報はほとんど出てこないんですよね。Twitter や5チャンネルで、かつて YouTube にあった鏡魚という動画に関する書き込みがないか調べてみたのですが、そのような情報は一切なく、非常に謎に包まれた動画になります。この動画、
本物の鏡魚を撮影したものだったのでしょうか。引き続き情報を募集しております。7つ目、ゲームのワンシーン、あるゲームのワンシーンを探しているという話でした。これに関しては、前回、ヤンデレジフではないかと紹介しました。証言とほぼ一致しているので、これかなと思ったのですが、多くの方から日暮らしではないかという情報もいただいております。綿流し編のシーンとのことで、おそらくシオンとの電話シーンのことでしょうか。主人公が電話で話をするシーンがあるのですが、ここで暗い画面になり、目がいきなり出てきます。閲覧注意です。結構怖いですね。確かにこちらも証言と似ているようなシーンになっています。おそらくこの二つのいずれかだと思われます。ちなみにこの手のシーンは他のゲームにも結構あるらしいです。八つ目、モーニング娘。の心霊写真、モーニング娘。が主演した心霊番組での映像を探しているという話でした。こちら、情報をいただいておりまして、ミュージックス夏休み特別企画、恐怖の心霊体験、で放送されたものらしいです。最後にスタッフロールが流れるところで、スタジオに心霊現象が起きたという話になり、後ろの方に女の人が映っていたと証言していました。結局、映像には映っていないようでしたが、何か気配を感じていたようです。番組終了間際のことなので、少し触れる程度で終わってしまったのですが、ちょっと後味が悪い終わり方でしたね。こちら、証言と一致しているので、解決とさせていただきます。以上、今回の情報募集結果になります。難しいものが多く、未解決も多々ありましたが解決したものもありました。最近、視聴してくださる方が増えており、それに伴って解決できるネタも増えてきているような気がします。皆さん、いつもご協力ありがとうございます。さて、ここからはお願いなのですが、皆さんが気になるオカルトネタについて随時募集しております。リクエストを送っていただく際は、できるだけ多くの情報を載せていただくと助かります。再現イラストなどもあれば嬉しいのですが、必ずしも動画で取り上げられるわけでもないので、そこまでの手間をかけていただく必要はないです。また、リクエストは都市伝説やオカルト系などのジャンルに当てはまるものでお願いします。簡単に言えば、怖いなと思ったものであれば OK です。私からのお願いは以上ですが、皆さんも何かご要望などありましたらお気軽にコメントお願いします。